1892年11月6日にエドウィン・ホームズが発見した。通常は薄暗い天体であるが、2007年10月には突発的な増光が起こった。およそ40万倍もの増光は観測記録上前例がなく、肉眼でも観測可能となった。また、ホームズ彗星のコマが拡大した際には、 水星全体の四直径が一時的に太陽よりも大きくなった。水星角の直径は3 4トル程度であると計算されている。1892年11月10日にエドワード・エマーソン・バーナードによって描かれたアンドロメダ銀河付近のホームズ水星。この水星は1892年11月6日、アンドロメダ銀河を定期的に観測していた。 ホームズによって発見された。ホームズ彗星は2007年にアウトバーストを起こしたことでよく知られるが、1892年の発見時にもアウトバーストを起こしていた。グリニッジペン問題のエドワード・モーンダー、イングランドのウィリアム・モー、B、キッドラが、ホームズの発見を確認した。同年11月8日には、エディンバラのトーマス・デイビッド・アンダーソンによって、 11月9日には、オーストラリア・クイーンズランド州、マッカイのジョン・ユン・デビットソンによって、それぞれ独自に発見された。ホームズ彗星の楕円軌道は、ハインリヒクロイツとジョージ・サールによって、それぞれ独自に計算されたのが初めてである。また、ルイス・ボス、レオポルド・シュルホフ、ヴィンチェンツォ・チェルリ、ジョン・ハインドラにより、軌道が明らかになっていき、 近日点は6月13日に通過し、光天周期は6.9年であることが示された。これらの計算によって、この水星は、ビエラ水星の回帰ではないことが明らかになった。1899年と1906年にも、この水星は観測されたが、その後は、行方不明になっていた。ブライアン・マースデンによるコンピューターを用いた予測に基づき、 1964年7月16日にアメリカ・アリゾナ州フラッグスタッフのアメリカ海軍天文台でエリザベス・レーマーが1964年7月16日に再発見しそれ以降はすべての海域で観測されている2007年10月25日に撮影されたアウトバースト直後のホームズ彗星2007年10月24日 ホームズ彗星で突発的な増高が起こった。カナリア諸島の J. エンリーケズ・サンタナは、見かけの等級が8.4になっているのに気づき、その後すぐに、バルセロナのラモン・ネーブスらにより、見かけの等級が7.3になっているのが確認された。その後、10月24日から25日未明にかけて、ペルセウス座の付近にあった。 ホームズ水星は2日足らずの間に17等星から3頭星次第にまで明るくなり、明るく黄色い星のように肉眼でも容易に見ることができるようになった。水星が突如としてガスやゴミを放出した理由はよく知られていない。単純な説明としては水星に焦天体が衝突したことや水星内にガスが蓄積し、 最終的に破裂して放出されたことが考えられる。別の考察としては、水星内部の温度上昇によって、飛翔室の氷が、結晶室の氷に相転移し、溶け込んでいたガスが放出されたというものがある。しかしこの現象が起きても、水星からは緩やかにガスが湧き出るのみに終わる、可能性もあり、爆発的なアウトバーストの引き金となるかは明らかでない。また、 水星を厚く覆うダストと水の消化により起こったとも考えられている。水星の核が多孔質であるため水星表面で水が消化でき、ダストの覆いが崩壊したということである。さらに、増高を示した原因についても、太陽から受ける光によりエネルギーを蓄積したとも説明できる。ホームズ水星はアウトバーストにより、 増光しただけでなくコマの直径も大きくなった。2007年10月25日には主直径が5.1分角で、あったのが10月31日には12.1分角になった。この大きさは満月の5分の2程度の大きさに相当する。11月9日には実際の大きさが140万キロメートルに達し、太陽の直径とほとんど同じになった。 ホームズ彗星は2021年2月19日に近日点を通過した。前回以前の近日点通過は以下の通りである。また、次は2028年1月31日に近日点を通過する。次回以降の近日点通過は以下の通りである。ありがとうございます。